定点観測、親不孝通りです。それではですね、この舞鶴公園、舞鶴交番前からスタート。番組ロゴどうぞ。福岡再発見、天神ビッグバン。親不孝通りは福岡市中央区の天神の北西部に位置し、南北に続く市道の俗称です。この通りは福岡市道舞鶴役員線の北の端である七つ通りから昭和通りまでの約390メートルにわたる区間に名前が付けられています。東側には天神三丁目が広がり、西側には舞鶴一丁目が隣接しています。今回の天神ビッグバン、夜の親不孝通りをご紹介します。飲み屋さんと女性がちらほら歩いています。親不孝通りはその名前の由来や変遷に興味深いストーリーがあります。まずその名前の始まりは1970年代に予備校がこの地に移転してきたことに関連しています。ありますね、ザ・ブードゥ。ちょっと撮影しながら歩くのには緊張しますが、若い子がいますね。楽しそうですね。当時通りの周辺には予備校がいくつか運営されており、多くの予備校生が通りをたまり場として利用しました。ある喫茶店のオーナーは、親不孝者ばかりが遊びに来ると冗談で言い、それが親不孝通りの名前の始まりとされています。こちら昔のマリア通りですね。こちらにですねディスコがあったんですが、ご覧のように住宅街となっています。さらに別の説では、一大飲食チェーン店舗のオーナーが1972年以降にこの通りに店を出店し、親不孝通りと名付けたという説も存在します。親不孝通りは1970年代から80年代にかけて、若者向けの喫茶店、ゲームセンター、ライブハウス、居酒屋、バー、カラオケボックスなどが立ち並び、サラリーマンの夜の街として知られる中洲と対照的に、若者の夜の街として栄えました。さらにバブル期には、九州最大級のディスコ、マリアクラブも開店し、ストリートミュージシャンの聖地として全国的に有名になりました。紹介したんですが、このような状況です。しかしバブル崩壊後、親不孝通りのにぎわいは減少し、犯罪も増加しました。そのため、通りの名前を同じ読み名で表記を変えて、親不孝通りと変える試みが行われましたが、地元住民の間で再び親不孝通りに戻すべきだという意見が高まり、2017年に再び親不孝通りと改名されました。現在でも親不孝通りにはクラブ、ライブハウス、ダンススクール、劇場などが営業していますが、一時期のにぎわいは過去のものとなっています。親不孝通りは福岡の若者文化と歴史を反映する興味深い場所で、地元住民はにぎわいの復活を望んでいます。今日はこちらで終点となります。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをお願いします。それからチャンネル登録していただけると動画が探しやすくなりますよ。
様々な動画を発信しています。皆さんよろしくお願いします。